川崎夏は、奈良県五条市出身の政治家、女性解放運動家、評論家、教師。母親が変われば社会が変わるを唱えて、第二次世界大戦後の日本社会党の議員を、務め、女性差別や働く、母親の権利といった女性の問題と戦った。また、教師も務めており、西村伊作、与謝野夫婦らともに、文化学院を創立し、自らも、 国語の授業を行った。父、川崎常三郎、母、里の間に長女として誕生。兄には、九太郎、徳太郎、重太郎の三人を持つ。里は夏を産んで間もなく結核で死去。常三郎は、その後、ママ母、富を迎え、妹、地下を持つことになった。父は時計屋。奈良市販学校出身。家の近くに芝居小屋があり。 そこでよく歌舞伎や芝居、狂言を見ていた。そのため、狂言では立ち役、お山をこなすことができる。五条私立五条小学校の教師をしていた1921年に文化学院の創立に関わり、1921年から1941年まで文化学院の教師を務めた。その間1924年婦人参政権。 獲得規制同盟会の中央委員を務めた。その後、1947年により日本社会党の参議院議員を務め、1955年戦後の女性解放運動の集合体となる日本母親大会実行委員長を務めた。文化学院創立時、学院内で教員経験を持っていたのは川崎だけであった。生徒との接触は一番多く、 そのため学院のお母さん的存在だったと言われている。川崎は国語の授業を担当しており、その時の教科書は学院内で作っていた。授業は脱線することが多く、教言を生徒の前で発表したりもしていた。また、女性の立場というものをよく考えていて、自分でも行動し、生徒にもよく語り、生徒自身にも女性の立場を考えさせていた。 ありがとうございます。